京大入口国和装神社は、福島県いわき市、平上げ土にある神社。式内商社で、旧社格は、剣社。社殿によれば、大道元年の早々と伝えられる。縁起式内社であり、式内社いわき七社の一つである。古くは岩き四軍の総鎮寺と言われた。平城守りの神、平城三社の一つとして、歴代の平城主より崇敬を受けた。慶長六年に、 岩木平城が築城により、社地が狭められ、荒廃するが、文政9年に桜町にあった稲荷商社を第四代平、藩主、内藤義貝が、現在地に復興した。明治6年3月に、県社に、列格した。昭和21年近代社格制度廃止の後も、県社の愛称で呼ばれている。明治七年南正面の断崖を切り開いて、男坂を作り、大正十年。 女坂が完成した。子は、蚕を意味し、衣を、農具の、桑は、食を、僧は、銃を意味し、衣食住の五歳人の神徳を言い表しているとされる。天保2年4月の火災により社殿消失。古文書、新法のほとんどが消滅した。嘉永6年5月に、現在の本殿が、滝根町の大工横田木蔵門により造営された。 文部省職宅の塚本桂直氏の設計監督により、現在の閉殿、拝殿が昭和4年に完成した。ありがとうございます。